Seventy-eight point zero FM. Naha. your radio station. 「昼飯が終わりに酒を飲み」「曜日日もわからない」「木の昨日まましゃれたも天下ごめんね,ね」「叫びたい叫びたい」 音をつまんで酒を飲み漢字読み書きわからない日の幹のまんましゃれたの天下の面で叫びたり叫びたり ねねえねえあの国際通り天武市から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい詳しくはお電話「8 8まで行くりところハーレー那覇にぎわい広場」の目の前で。 朝から飲めてモーニングブランチもありますせ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさんハーレー朝8時から夜9時まで頑張りますせ定休日は金曜日昼飲みの元祖は1軒目,は1軒目第一牧師公設市場近く昼飲み居酒屋1軒目全力疾走の年中無休正午から心が折れるまでの営業 一軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよお昼12時から待ってますはいらっしゃい長崎からやってきたばーい長牧師、ウリズン市場通りの政次郎酒店長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中昼1時半から深夜まで集合に嬉しいボトルキープもやってます長崎の焼酎もあるばーいよろしく カモンエビバリ食べてお得料金お得ボリューム満点トクトクトクの昭和レトロステーキの山市食堂なおさん自慢の牛すじカレーも食べ放題ただいま500円ステーキ弁当売り切れごめんの販売中場所は沖江合通りの山市食堂はいそういうことで始まりました「今ちゃんのバイト」の時間です。 えー、オンステージいと、ねえー、いうことで、すねというこで先週なんですけども、えー、と放送中にですね、あのー、個人名の、ねえー、店舗をちょっと言いまして、ちょっとそこがおいしくないみたいなのね、そういうふうな失礼なことを、えー、としと喋ってしまいましたので、えーと、今お詫びしたいと思います。えー、今後、えー、注意していきますので、えー、よろしくお願いします。ということで、1、えー、人なんですけども、というか1人もう一通り来てんねんねんけど、あんたは誰なんかな いやっていうか、えー、と今日あのね今村さんがね一人でやるっていうからね僕、ちょっと心配でちょっと隣でずっと,ちょっと見とこうかなと思ってんねんけどミキサーがまだなんか、えー、とできてないっていうことなんですかっていうか、えーと、一人でやってんねんけど、えーと,まあ、とりあえず、まあ、見といてもらおうかな思うんですけど、えー、と何しに来たんかなと思ったら多分心配してるんでしょうね隣にずっと座ってるねんけど。っていうかえー、と こういう感じで、えー、今日は行っていこうかなと思うんですけどもね。 一人で喋りながらミキサーを、えー、やりながら、えー、とゲストの方とおしゃべりしてるっていうのでなかなか、あのーえー、と頭の方が、ね、ついていかへんというか、まあ、年も年っていうこともあるんでしょうけども、えー、ですからちょ今日はちょっと、あのー、8月の、えー、5週目、えー、ということで、えーまあ、来月からですねちょっと、まあ、もう一回ちょっとネジをね巻き直して してやろうかなっていうので今日はあの、えー、いろいろと、えー、ミキサーをの手順とか、えー、いうことを、えー、やりながら、えー、やっていこうと思ってるんです。そんなぐらいでいいんかなということでえー、っとやりますけども一応あのこの番組ね、えー、2月から始めまして、えー、もう半年ぐらいになるんですかえー、っと その番組の中でですね、えー、企画を、えー、5本プラス1ということを立てまして、えー、とその企画を、えーまあ、チェックインしたいんですけどもまあ一番大目玉のげ楽憲一さんを、えー、沖縄に呼んで、えー、はしご酒をしようというような、えー、企画を立てましてこれが今、あのー、段取りとしては一番忙しいところでありまして。 えー、東京とのやり取りをやっておりまして、ですねえく、ー、そりはダメだ、これはどうだ、これはどうだって、もうほんまこれやりながら、あとフライヤーを作る、えー、ポスターを作る、お金もかさむ、えー、飛行機のチケットも取らなあかん、日々、あのチケットの,あの料金が上がっていくのをヒヤヒヤしながらですね、眺めながら、えー、っと、 一人は日帰りの人がいるとか、帰りは何々とかっていうようなのを聞きながらですね、えー、一個一個前には進んでおります。とりあえず今、えー、お伝えできることはですね、えー、日にちが11月の11日、日曜日。 これも最初はえ土曜日にやろうって言うてたんですけども、こちらの方のスタッフ会議というですかね、あれで土曜日より日曜日の方がお客さん呼びやすいよっていうようなことで、これ切り替えたんですよ。そうなった場合、今度、ラジオの生放送ができひんようになるっていうことになって、これを土曜日、土曜日、基本的にここ、FM ラハさんは、 えー、土日休みですから、これをね、やってもらわないといけないお,お願いがあって、でまあ、東京のほう東京の方に、いや、実は土曜日の予定って言うてたんですけども、お客さんを呼ぶっていうことで考えたら土曜、日曜日の方が呼びやすいっていうことで、これちょっとスケジュール大丈夫ですかっていうことをまた確認取りながら、まあ、大丈夫だよっていうことになったんやけども、まあ、そこからいろいろ、ちょっとだけ、あのー、 奮い出してはないんだけどもまあえっ、ー、と立て直しみたいな形でねえっ、ー、と進めてまして。 それで、まああの、箱というかライブハウスの方もですね、いろいろと、まあえー、っと年末ということなんでしょうか、えー、結構仮予約が入っておりますみたいなのがあって、いやー、これはどうしようかなって、まあ、希望的に、えー、キャパがね、130ぐらいは入,り入れないと、採算取れないなっていう計算で、そういうふうな箱も、えー、そんなたくさんあるわけでもないですからね。それでもちろん那覇でやりたいので。 ということでいろいろやったところ、えー、トップノートさんが、えー、と決まりかけて、まあ、それでまあ向こう側から連絡で仮契約のがあったんですけれどもキャンセルになりましたから OK ですよって言ってよっしゃ,じゃあそこもゴーサイン出そうかみたいなところでですからあの場所はですね、あのー、トップノート、これ久米にあるんですけどもね えっと青年会館の近くって言ったら分かるのかな、まああのー、近くになってきましたらいろいろまた、えー、っと時間そう時間ね時間もで,す、ねえー、できるだけ早い方がいいというようなことで、まあ、早く早い言うてもね昼からやることはあれなんで、えー、っと夕方ぐらいの、まあ、夕方ぐらい、えー、一応これまで OK は出てないんだけどこっち側の希望としましては 5時スタート、2時間強のライブという感じですね。はい、メンバーの方が、えー、ギターの方がお一人、えー、ベースの方がお一人って言って3人のトリオで、えー、演奏という形ですね。今あのちょっと計画はしているんですけどもオープニングアクトという形でですね、えー、と何人かの、えー、アーティストさんにお声掛けしようかなと思っているんですけどもまだ これからですね、今日ぐらいからかけようかなと、何人、えーえー、お一人、二人ぐらいは、もうちょっとこういうふうなやんねんけどとは言うてるんですけどね、まあ、これもまだ、えっ、ー、と、まだはっきり、えー、と決まってません。まあ、とりあえず、なぎらさんのライブやるのは、もうほとんど、えっ、ー、と、もう決定ぐらいですね。えっ、ー、と、フライヤーが来週あたり、ポスターも、えー、含めて、来週あたりに、えっ、ー、と、上がってくると思います。 でそのフライヤーの、えー、写真を昨日、えー、撮りに行ったんですけども、はい、えー、っと、撮りたい写真があったんだけども、そこのお店屋さんが、えー、閉まっておりまして、で、一応、看板は撮ってきたんですけども、うん、まだ断りは入れてないんですよ。まああのー 後ほど、えー、と事情を話してこういうふうなフライヤーで使いたい写真なんだけどって言ってまあ,あの許可はもらいますけどねえっ、ー、とまああのー、写真昨日撮ってきましたえっ、ー、とまあ出来上がったらそのお店屋さんも、えー、許可が下りたらそのお店屋さんの名前もねここでお伝えしたいなと思いますえっ、ー、と実は僕はあのー、写真家でもありましてえっ、ー、と夜の看板シリーズってあるんですけどね 夜の看板ばっかり、えー、っと撮ってるんですよ。はい。で、えー、っと今回も夜の看板、えー、ぴったりな、えーえー、店名でしたので、ちょうどそこの、えー、看板を使わせてもらおうかなと思ってるんですね。えー、それは、まあえー、フライヤーの裏面になりますけども。 もちろん表はなぎらさんの、えー、写真を、えー、東京の方から、えー、提供していただきまして使っております。まあできればね、えーと、僕が撮ったやつを、えー、使いたいんですけども今ないので今回のライブの時はちょっと、えー、写真撮らせてもらって次回の時は自分の写真でやろうかなと思ってるんですけどね。まああのー、こういうふうに、えー、ラジオで一人でしゃべるっていうのも えー、最初はなんか変,な変やな思っててんけどなかなか貝、えー、を、えー、踏むと、あのー、なんとなくあの快感みたいになってきますよね。うん、それはなんとなく、えー、分かるようになってきました。えー、そういうことでですねえー、とあとなぎらさん以外の、えー、企画なんですけども。 えー、僕とはまた別の、えー、もう本も出版写真集も出版している津利健太んなんですけども津利健太をこちらに読んで津利が、えー、と今回、えー、と発売したですね えっと船橋競馬場の猫を撮った写真集あるんですけどもそれをちょっと宣伝しようかなと思ってるんですけどもこれもなかなかちょっとこれもやっぱり予算ですよねやっぱりあとスポンサーがつかないっていうかまあス,スポンサー周りも実際問題そんなやってはないま,まだできてはないんですけどねやっぱりね何を,か何をやろうにもやっぱりお金が必要なんでお金がなかったら止まるんですよね。でもこのお金を 使わずその想像でですね、あのー、やっぱり前に進んでいかないといけないなと僕は思うんですよ。これはあのー、僕のもう大好きな、えーえー、シナリオライターの倉本壮さんが、えー、奈良の富良野塾を、えー、北海道で富良野塾をやられてるんですけどもそこの、えー、考え方が、えー、この想像お金というんじゃなくてこの想像ですね。 で、えーっと、やろうじゃないかって言って、あのフラ野軸をずっと、あのー、続けていって,るらしあ、えー、やってるらしいんですけどね、まあ、僕の友達で、えー、っと今、東京でですねあ、大阪か、大阪の方でですね、えー、っとまた、えー、大阪の方の、えー、コミュニティラジオのパーソナリティやってる、えー、男がおるんですけども、彼が、あのー、フラ野軸の、えー、卒業生で。 え彼からも直接そういうふうな、えー、倉本さんのエピソードをなんか聞かせてもらってるんですけどもまあやっぱり頭の賢い人はすごい考え方を持ってて金がなくてもできるというようなねところでやっぱり僕はあのー、尊敬してあやっぱり僕らも見習わなあかんなみたいな感じでね僕も金がなくてお金がなくてもできる、えー、っとことを。 想像しながらこれから先もやっていこうと思ってるんですけどもまあそういう手もやっぱり金必要でいやなんかやっぱしねあの想像だけで飛行あの東京までは行けないですからねやっぱり東京まで行かないといけないということになったらやっぱり飛行機代もかかりますからやっぱりお金はかかるんですようんまあでも金ばっかりに頼ってるようじゃやっぱりダメだと僕は思うんでね。 えーと頭を使って、えー、体を使ってまず、えー、思うだけじゃなくて行動してねそこから生まれると思いますですから、えー、と今回のなぎらさんの件もそうですけども、えー、とこのつのり君の,、ね、あの沖縄で読んで、えー、とトークショーをやろうというのもん何かあの突破口を、えー、あの想像できると思います、まあ、それと,、えー、とあと猫野良猫マップですか 野良猫のマップっていうのも、えー、一応考えておりましてこれはねちょっと T シャツマップをそのまま T シャツにあって T シャツでの中に、えー、っとマップを入れようかなみたいな感じを今ちょっと思ってるんですけどもこれももちろんあ T シャツとなったらそんなオリジナルの T シャツを作ろうとなったらやっぱりこれもまたお金かかりますうんやっぱりねあの企画を立てるんは簡単やねんけど これをね、企画を成立するっていうことになったら、間違いなくやっぱお金が絡んでくるんだよね。うん、やっぱり死ぬまで、えー、とお金は絡んでくるんでしょうね。うん、まあそういうことなんで、だからもうアルバイトをね、バンバンせなあかんわけなんですよ。実は僕は沖縄に来た時に、えー、ときに、今回6年目になるんですけども、まず最初、沖縄に来て、まあ、時給にね、ちょっとやっぱりがっかりして。 やっぱりあの東京と比べたらうわーっていうぐらいの,あの賃金が安い、でねこの賃金の安さでなんかね東京と同じ感覚で仕事やるのがねなんとなくちょっと腑に落ちないところがあってだったら逆の発想でですねもう沖縄来たらもうほとんどもう仕事をしないでぎりぎりの生活で暮らしていこうかなみたいな考え方になったんですよ。 だからその時はですね、週3回であの暮らしてた時期もありましてね、でも一応、食えていけたんですよ。もちろん俺はあの酒が好きなんで、酒を毎日も飲め,飲めてましたしねあ、ああこれはこれでええかなとか思ったんですけど、このラジオとかやり始めまして、そういう場合じゃ、ちょっとあの成果できなくなった。いやでも そうでもないな、ラジ,このラジオやり始めても、ずっと週3日でずっとあの5月までやってたから3ヶ月ぐらいやってたんですよ。できてたんやな。まあ、とりあえずあの今,今の職場変わりまして、ですね今の職場変わったの7月からなんですけども、も7月の1日から今まで休みなしで働いてるんですよ。1日8時間。ですから、今日で6、 2ヶヶ月月ですね丸々2ヶ月、えー、っと休みなしどこまで続くかっていう感じやね。中華ね、全然苦にな,苦になく今、バイトやってるんですけど、めちゃくちゃおもろいんですよ。この連続記録っていうのはね、僕が27の時やったかな、バーを始めまして、大阪のアメリカ村で、えー、っとバーネオンストロークっていう屋号でやってたんですけどね、あの時も確か、えー、っと1年。 やったんですけれどもずっと働いたんちゃうかな休みほとんどなくやっぱりね自分の店っていうような感覚っていうか自分の店の場合はやっぱり家賃っていうか考えたら休むもったいないよねそれだからねまあ繁華街の中やからなんやかんや曜日関係なしにしてお客さんを招こう思ったらできるんですよえっ、ー、ともちろん 土日なんか養んアメリカ村やから、引きう養ん来てるしね、平日ももちろんだから、休むもったいないなっていう感覚でおったよね。だから、あの時以来違うかな、こうやって2ヶ月、えー、今2ヶ月やけど、2ヶ月も休み取らんと仕事やってるのは。 まあだから今はねこのお店に関してはねあの自分の店ではないけどもそういう気持ちでなんかやらせてもらってるよねこの店を繁盛にしようかなっていうのであのまあ言うたら想像してるわけですよねだからいろいろ頭考えてどうやったらあのお客さん呼べるかなっていうのがこれがやっぱりなんかねバーチャルリアリティのねゲームみたいで。 あのー、今 e スポーツって言うてね世界的にすごい、あのー、規模になってる、あのーあのー、スポーツですよね。でまあゲームですよね、僕から言われたら。まあ、でもスポーツ、e スポーツ。なんかオリンピックにもな,んか、あのー、なりそうなことを言うてる人もいらっしゃいますけどね。でまあ僕はね、ゲームなんかゲームなんかって言うとあれやけど僕が。 あの高校1年生の時にもう一大ブームになったあのインベーダーゲームってあったんですよ、このインベーダーゲームがですね、もう僕は繁華街の京橋、大阪の京橋っていうところに学校があったところであの通,通学してたんやけども、そのね、時のね、パチンコ屋さんが、パチンコ屋さんを辞めてゲームセンターに変えるっていうぐらいのもう勢いがあったんですよ。 なんやかんやパチンコ屋さんもね、儲かってるんねんけど、それ以上に、あのー、ゲームっていうのに、が魅力があったんでしょうね。何軒か変わりましたよ、パチンコ屋さんが、ゲーム屋さんに。もうそのインベーダーゲーム、1ゲーム500円やねんけど、まあ、下手なやつはすぐ終わるんですよ。だから、ようさんお金使うんですよね。で、あのー、そんなに、あのー、お金を使う、稼げるから、無料に、 あのジュースが無料ででもらえるんよ、コーラとかあのオレンジジュースとか。だから僕はゲーム一切やらずに、その友達と一緒にジュースだけ飲んでたっていう感じで、まあ僕はあのゲーム、全然おもろいと思わんかったね。中華生活っていうか、生きてる方がおもろいからね、生きてる方がなんかゲームみたいな感覚あるから、だから俺、人生ゲームとは表はないけども、まあね、生きてる方がやっぱり。 そのおもろいんだよねあの、もちろん失敗だらけの人生を歩んでるんですけどね、この失敗もまたおもろいんよ、この失敗がまた成功のもとっていうか、まあ、ほとんど成功はしてないんですけどね、まあ、あの高校からね、アルバイト暮らしでずっと今まで来てんねんけども。 まあ、行く先々、行く先々でトラブルトラブルって言うとまあもう、もうトラブルウェルカムっていうぐらいに、もう、はちゃめちゃな人間と、はちゃめちゃな職場。これはもう、はっきり言うても、もう、どんだけ俺は経験、 するのかなっていいうぐらいにね自分の私生活なんだけども私生活より面白いっていうかなんかまあ僕はまあ一,応一応物書きもしているんでね自分の想像より私生活の方が楽しいっていう大変かなあのね僕が書いてるものよりもはるかに俺の生き方の方がおもろいねこれは間違いないで、えー、っともちろんあの映像作家でもあるので やっぱり、ね、だん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 ふつふつと湧いてきましてです、ねあの、フィルム回そうかなっていうことをもう回さなあかんなっていうようなところがあって、なんかね、俺にね、とれ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 っていうような、ね、あの人との出会いとか、あのその現場っていうのがあの現場に行っちゃうんだよな。 だからね、あのー、来年40周年、アルバイト生活40周年ということでね、まああのー、今月というか、もう来月ぐらいか、ちょっとフィルム回すんやけどね、まあ、とりあえず、取、あのー、っとかなあかん人物やなっていうような人物がいますんで、まあ、あの後半、その話ちょっとしようかなと思ってるんで、とりあえずここら辺で、えーでねえー、CM から入りまして。 今日はあのー、今日お伝えするのはですねこの間、あのーあのー、お,お客さんゲストで来てもらった元ネーネーズ三代目ネーネーズの、あのー、なっちゃんの勧、えー、めてくれた曲を流そうかなと思うんですけどもタイトルがですね「文、え、化、ー、ワンソロ」えー、とそれを、えー、とネーネーズで、えー、とーお送りします。 ということであまた俺の「天下御免」で叫びたりこれは俺のミスなんですけどこれもう途中で消すことはできひんのかねえねえあの国際通り天仏から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1,000円で交通費も出るんだってマジ定時やばい 詳しくはお電話「8 8までゆっくりところハーレー那覇にぎわい広場」の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますせ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼きお好み焼き焼きそば絶対に死にまーさん「ハーレー朝8時から夜9時まで」「頑張ります定休日は金曜日」時<計>「昼飲みの元祖は1軒目」 第一牧師公設市場近く昼飲み居酒屋1軒目全力疾走の年中無休正午から心が折れるまでの営業1軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよお昼12時から待ってますはいらっしゃい長崎からやってきたばーい。 牧市バキシウリ住ン市場通りのサジロ酒店長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中昼1時半から深夜まで集合に嬉しいボトルキープもやってます長崎の焼酎もあるばいよろしくオーライカモンエビバ食べてお得料金お得ボリューム満点トクトクトクの昭和レトロステーキの山市食堂なおさん自慢の牛すじカレーも食べ放題 ただいま五百円世紀弁当売り切れごめんの販売中、場所はお気通りの山一食堂、はい。えー、っとそういうことで今お送りいたしました、えー、文化ワンソロ、こ、えー、このなっちゃんはですね、えーっとえー、来月の9月の8日、えー、島唄、えー、ライブハウス。 島歌で、えー、ライブを、えー、行います、まあ、僕もちょっと遊びに行こうかなと思ってるんですけども、えー、なかなか達者な方ですねはいえー、はい録画保存はいライブ開始はい分かりましたあこれは通知を送信するはい分かりました はい、えー、ということでですね、えー、と前半、えー、とちょっとお話しさせてもらいました、えー、映像を撮るということなんですけども、えーとですね、誰を撮るかというと、これ、ドキュメンタリーになるんですけども、 小川高松って言いまして小川高松さんパッて検索したらすぐバッてあのすごい仕事やってる人が、えーえー、やってるなあど,どういうふうな仕事かって言うた,言うたらですね僕が沖縄来た時に、えーともうね、映画の仕事も,もできひんやろうなって言って、まあ、ほとんど諦めてた感じでもう,沖縄もうって思いながらですねこの小川高松さんをと、まあ、出会うというか紹介してもらうんですけども。 プロフィール見たらですね、あのー、ハリウッド、あのーまあ、アカデミー賞ありますよね、アカデミー賞のオスカー像を撮ってる方なんですよ。僕は興奮しましてね、なんや、俺、沖縄来てもお、ハリウッドが向こう側からやってきたみたいな感じでね、このオスカー像を何で撮ったかって言ったら、まあ、皆さんも多分ご存知だと思います、バック・トゥ・ザ・フューチャーのですね、あのエイドリアンというあの車ありますよね。 あの現代から未来に行くあのあのシーンでまああのシーンだけじゃないんですけどもあのエイドリアンのあの爆音ですねあの爆音をあのー、制作した方なんですそのあの爆音で音響効果っていう部門で、えー、とオスカー像をと取られた方なんですえもちろんこの方あのそれだけじゃなく、えー、とスピルバーグのですねえっ、ー、とー 作品はたくさん、えー、携わってまして、また他にもね、たくさん、まあ、あの言うたらきりがないから、まあ、とりあえずそれだけあれなんですけども、この方がですね、今、移住しまして、まあ、名前が高松やから、あの高松行ったらええんちゃうっていう話で、ほんまに行きました。で、高松で今、暮らしてるらしいんですけども、この間、ちょっと電話で話しましたら、なんか、 難病にかかったらしくて、もうこれは治らない病気で、もう俺の命はもうあと鍵少ないっていうことで、あもうそんなんやったら、まだ生きてるうちに、元気なうちに、お母さんの写真撮ってた方がええかなと思って、それでまあ、あのー、お母さんを撮りに行くんですけどね。 小川さん、今何やってんのっていうようなところから始まりまして、まあとりあえず、えーと、小川さんも夢を持ってる方で、今でも、あのー、映画制作、えー、携わっておりまして、まあ、基本的に沖縄ではね、現実はしなかったんだけども、えー、と今、またとあ特、えー、高松か、高松の方でいろいろ活動しております。それで、まああのー ちょっと聞いた話じゃねんけども、えー、ハリウッドの方の映画の方も、えー、オファーがあって、えー、と、行くそうです。これちょっと詳しくは言えないんですけど、いや、まあ、制作費すごいし、出てる人もすごいし、うわ、すごいな、やっぱ、大川さん、あのー、やっぱりまだつながりがあって、向こう側からお呼びがあるんやな、思って。なんせね、日本映画界とハリウッドは球が一個違うから、もうギャラもすごいんよ。まあ、びっくりするぐらい。 うん、やっぱハリウッド、あのー、すごい僕は、ね、ニューヨークザ・ウィンズ・オブ、ね・ゴッドの撮影で、ねえー、行った時に、えー、当時、えー、とヒ,マラヒマラヤ杉に降る雪って言うて。 工藤由紀の、えー、主演の映画、これもハリウッド映画やねんけども、それのお母さん役の人が舞台見に来まして、その後お食事させてもらったんですけども、そのハリウッドっていうのはどんなにすごいかっていうのを話聞かせてもらってんけど、いやー、もうすごいね。でね、こういうふうな形を、なんで、これは無駄じゃないのって言うても、ガンとして向こう側を受け付けないんですよ。 使わなくても使ってくださいみたいな形で、なんでって言ったら、これはハリウッドっていうこところは夢を与える場所だから、ね、だから世界各国から美男美女がやってくる、才能のある人がやってくる、だからこれは夢を壊さないた,ために、こういうふうな待遇をあなたに与え,る与えてるんですよって、だからあなたは使わなくてもこれは提供させてもらいますって言って、断ったのに、もう提供されるらしいですね。で あの向こうな、何ヶ月か知らんけど、困らないぐらいのお金をよもうギャランティーの中に含まれてるらしいんですけど、まあすごい、まあ、これはちょっとあれなんですけどね、小川さんの話もすごくて、小川さんはえ時に、まあまあ、シリーズものもテ、テレビのシリーズものもやってたらしくて、まあ、金がじゃんじゃん入ってきて、向こう側の,あのギャラの振り込み方は2週間に1回らしいんですけどね。 まああのちょを見るのが楽しかったらしいですね。うん、それぐらいもうじゃんじゃん入ってくるんです。うん まあ今、今となっては今ちょっと小川さんも金欠じゃないけど、まあ金欠よって失礼ですけどね。まあハリウッドのオファーもあったらしいから。まああの、小川さんもと、小川さんの感覚でね、日本映画でやろうと思ったらなかなか小川さんに出せるギャラが高すぎて、まあ低くする場合もあるんやろうけども、まあまあそこら辺は、まあえっと、フィルムね、僕のフィルム見てのう楽しみで、いろいろあの、小川さんのね、追い立ちをえと聞,き聞いてこようかなって、それをフィルムを収めようかなと思って。 ね、まあ,あのそういうふうなことをえ僕も、まあ、や,や,やっててまあもちろん本編の方もですねこれはまた東京の方でですねえー、っとまた動こうかな思ってるんですよだからひょっとしたら来年の、えー、2月からはバイトの時間から帰ってい 監督の時間っていうことでね、映画の話ばっかりするようなことになるかもわからんいがまあ、それはまあ、どうかわからんけどね、まあ、これはどうかわからん。まあ、たい基本的に映画なんか作るいうても、そんな簡単にあの作れるわけ,じゃわけないから、でも、とりあえず動こうとは思ってる。うん。まあ、あのー、今ね、えっ、ー、と、プロットって言うてね、台本をえと書く前に、箱書きみたいな形でね、えっ、ー、と、作業あるんだけども、これをね、今、あのー、進めておりまして。 あのなかなかどこらへんから映画入っていこうかなと思ってまあいろいろ企画がありの一番スムーズっていうかう動くんがこれがええしとりあえず今まで俺があのずっこけた人生を歩んでた高校1年生から、えー、っと今までの、えー、まあ言うたら俺の自伝だな。 俺の自伝やねんけども、それがまあ、はちゃめちゃやから、これで食いつくところがどうかあるかどうか、まあ、なかなか難しいと思う。最オリジナル脚本っていうのは基本的にあの、今、 あんまり、えー、採用されないし、えー、できるかどうかわからへんけども、一回の人生やから、あのー、前回取った挑むウェイトレス、えー、以来の、あのー、ちょっと、あのー、動きになんねんけども、まあ、まだ体力もまだあるし、えー、とー今やらなあかんな思ってね、えー、だから、この奇跡の監督になりえるかなりえないか。 っていうようよな感じでやってますだからね、えー、今までねあのドキュメンタリーもしっかり CM もしっかりあのちょろっと,、ねえーとえーえー、本編の前の、えー、パイロット版の上演もやったけども基本的に、えー、本編の、えー、メジャーデビューっていうのはまだ叶えてませんので、えー、55年 6になってですね来年56になって、このね、えー、メジャーデビューできるかどうか、奇跡の監督になるか、なれないかっていうようなねところで、ちょっとあのー、やったろうかなとか思ってるんですよ。だからね、基本的にはね、あのー、まあ、今、ワクワクしてて、あのー、まあ、バイトももちろんおもろいけども、もこの創作っていうね、あのー まあ台本書きもおもろいやな、えも,もちろんそやけども、えー、と来週、えーと第えー、第1週の金曜日ですから、えーと、ちょっと最近ご無沙汰しております、えー、短歌道場、今ちゃんの短歌道場、今ちゃんの短歌道場じゃないな、あれは、宝典の短歌道場を、を、えー、あ,あるんですけども、この、えー、と短歌の、まあ、言うたら創作もずっと続けておりまして。 もうなんぼ考え数えられへんねんけども今大学のノートに今書いてて、えー、何冊目かちょっとあ,のあれなんだけども大体今今,今書いてるた、えーとえー、大学ノートの数でいうたら今750ぐらいねだから今何千何今3000か4000ぐらいやけどちょっとそれぐらい書いてんねんけどまずこれはえっ、ー、と 1>, 1万種1万集、えー、と作った時点で、えー、とー歌集をね、本を出版しようかなと思ってるんですよ。まあ、とりあえず、まあ、俺のか俺のえー、とっていうのはあんまり中身がないというか、あのー、そんな素晴らしい、あのー、ものじゃなくて、とりあえず数打ち当たるやろいうて数で勝負しようと思ってるから、とりあえず 1>, 1万種、えー、と出来上がった時点で、えー、と歌集の、えー、と本を自主出版しようかなと思ってるんですよ。大体あのこの短歌の世界っていうのは知りましたけど大抵自主出版なんですよ。だから自分で金作って自分で出す。だからまあ言うたら、まあ、市場がそのまあ何て言うか商業ベースに乗らないんですよねなかなか。 うん、だからまあ皆さんが知ってる、まあ、これももうだいぶ前1985年に出版された、えー、田原町のサラ「サラダ記念日」は知ってる方ようさんおるかもわからへんけどそれ以外で、えー、と短歌の本知ってる歌大抵知らんと思うよだ俺も知らんかったからね僕はこれ短歌初めて年2年かそれぐらいか2年ちょっとぐらいになるんやろうけども全然短歌の世界知らなくて短歌始めてから短歌の あの本とかねばって読み出して今でこそそこそこは知ってるんだけどももうはっきり言うて短歌の本なんか売れないからねだから生活できないから大体短歌の先生って呼ばれてる人も副業で何かやってる人がほとんどじゃないですか短歌だけで食べていけてる人はもう本当に一握りだと思いますようん。 まああだからね、あのー、そういうふうな状況やから俺は短歌で飯食えるんかなと思ってこの世界ちょこっと入ったけどあすぐ分かったあ単価じゃ飯食えないなって、うん、でも短歌で飯食えないなってなくてそんな飯を食うからやるとかそういうふうなものじゃもっと、あのー、高い、えー、と意識があると僕は思うんですよあのねあの金儲けで単価を作るっていうのはちょっとあれなんだな、あのー 金、金銭じゃなく、その単価をこうやって作っていく上でですね、得るものはたくさんあると思うんですよ。僕はまだほんまに高々かか 2, 2、3年の世界でね、言うのもなんなんですけども、あ死ぬまで単価はずっと想像していこうかなと僕は思っております。うん、まあ、あとね、言い出しっぺじゃないんやけど、俺映画監督はな、映画監督なるう言うてね、高校卒業して、えー、と就職もせず、すぐ、 ハリウッド行ってハリウッドの隣のラスベガスでお金をすりすってんてんになって今があるんですけどもなんかね僕はねギャンブルも好きでねまあ、うん、まあ賭けごとなんだよなこのほんま掛けごとっていうのはね、えー、あの世間体の あの全体的に見てあんまり、あのー、喜べる、ね、誇れるようなところじゃないんだけどこのギャンブルの世界っていうのはギャンブルの世界でわ、ね、からないものがまたたくさんあるんですよだから僕は基本的にカジノも行くあ、まあ、だから、えー、とパチンコはしないああ宝くじもしないか市内、まあのも要素があるんやけどね、まあ、やるのは、えー、競輪競馬ボート カジノカジノは特にあのバカラねまあそんなんあの言うてもまあえ、まあ、あれやないまああと野良猫これも野良猫もねもうなんか猫、まあ、を全体的に。 僕は特に野良猫が好きでね、それでんなぜ野良猫が好きって言ったらね、あのなんかね、日々、もう生きるか死ぬかで、ね、生活してるでしょ、あれ見たらなんかね、なんか自分とダブルところがあってね、だから家猫でね、もう裕福に暮らしてる猫っていうのはもちろん可愛いけど、基本的には僕、野良猫派なんですよね。 だから僕はまだ野良猫に対してあの今だいろんな保護団体の方がやられてる虚勢とか否認っていうのも僕まだちょっと100%賛成っていうかまだ理解できてないんですよだからね僕もあ,のああいうふうな団体のところの人たちとお話これからもどんどんしてねやっぱり人間と猫の その共に生きていくにはどういうふうなのが一番ね最適なのかでもこれはねその地域によってもいろいろ違うと思うからねだからこれは一概にこれっていうのは多分決まらないと思いますよその,所々であの、えっところどころで暮らし方があると思うからねまあでもこれも僕も多分永遠のあのまあ、好きな ところだから死ぬまで野良猫はやっぱりずっと見続けていくだろうなとは思いますねだから野良猫とあと酒やね酒はねあのー、これももう,もう切っては切れないもう間柄やねだから何歳まで酒飲めるかだから100歳になって酒飲めてる人なんか俺すごいあの羨ましいってってすごいなとか思うね うん、いやあのー、だからもう死ぬ一歩手前の時まで飲みたいよね、うんまあ、体壊したら酒が受け付けないっていうようになるっていうのもあるからねそれはもう仕方ないんやろうけどもまあねタバコの方はねもうやめてあれなんですけども一時期やっぱりタバコ吸ってた時期はタバコもなかなかええもんやなとか思ってたんですけどねもうやめてからはちょっと最近はちょっと煙たいね うんまあ、あのまあそんな感じやろうねまあでもねあの初心忘れずねやっぱり僕はねあの途中で映画をやめるやめたらあかんと僕はほんまにつくづく思ったこれはもちろんやっぱりねニューヨークねザ・ウィンズ・オブ・ゴッドのね今井正之があんな死に方大腸がんで死んじゃったけどああいうふうなね死もあるんだから俺がのほほんとね あのー、マンションの管理人やってる場合じゃないんやと思って、これはもう振り出しからも戻ろう思って、もう荷物も全部やって、不労者から始めて、だから、まあ、ニューヨークでも不労者、まあ、ホームレスやってたけども、次はあのー、東京のです、ね、新橋でホームレスや,やりながら、えーと、再起して、今、僕がここにあるんやけども、まああのー、2年前にね。 あの新橋の桜田公園で寝てましたねうんあの時僕は「夜マック」って言うてまあマクドナルドもあの「夜マック」っていう名前を付けましたけどもその名前つける前に僕は「夜、えー、マック」って言うて朝マックに対抗して「夜マック」で過ごしてた時期があったあれはもうはっきり言うてコーヒー1杯買ってやねずっと朝まで粘るっていうのが「夜マック」って。 だったんですね、まあそれもねお金がある時だけであって100円もない時はまあ桜田公園、うん、歩いてそ新橋の、えー、マックから歩いて3分ぐらいのところにあるんですけどねまあ桜田公園って番僕はまあね花の中3トリオでしたっけその3人の中では桜田純子好きやったから。 まあ、桜田公園も愛着もありの、まあ、桜田淳子も好きやった、まあ、関係ないけどねまあそういうふうな感じでねまああのー、とりあえずホームレスからでもまた復活できるっていうのがまたまた楽しくてねでもこれはやっぱりね一人ではやっぱり無理ですねやっぱりね、あのー、友達にお金の無心もしましたよもちろんもう返しましたよ もうお友達に借りたお金は全部完済、あのー、しました、返、はい、しました。と、やっぱり働く口もね、あのーまあ、僕、何にもなくなったから、パソコンももちろん、えー、と売り飛ばして、航空チケットに変えたからね、その後携帯止まるでしょ、携帯もなくて、基本的に公衆電話からバイトの、えー、と面接やってもほとんど落ちるよ。 あのね今、公衆電話から電話がありましたよって言って、向こう側がわかるんですよ、あ公衆電話からお,もあのお,お電話されてますね、携帯電話をお持ちないんですかというか、ないですって言ったら、あそれはちょっとって言って、もう携帯電話を持ってないっていうことで、もう人間として失格と見なされて、バイトもできないんですよ。 これ何回もトライした。だから福岡で、えー、トライしてもあんまり返事もらえない。それで、これはまずいと思ってパソコン打って、でもパ,パソコン打っても、しょぼいパソコンやったから飛行機チケット買われへんかったわけよ。それでそのお金持って場外の競輪でお金を増やしてやね。増やしてというか、えー、増やしてチケット公的で東京来たんやけども。東京で、えー 東京来たけども、まあ、やっぱり公衆電話からで、やっぱ断られるんよ。うん、何個か面接続けて、面接まで行ったけども、大丈夫だと思いますよって言って、連絡待ってたら、やっぱり今回はって言われてね、やっぱりね、人間ね、政治になって、携帯電話持ってへんかったら、今、全然信用ないからね。だからもうこうなったらしゃあないって言っても、飛び込みですよ。飛び込みで、まあ、あの募集してるお店屋さんあるじゃないですか。すいませんあのー 働きたいんですよって言うてあるお店屋さんがね池袋だったんですけどええよいうことで働かしてもらいましてねそこでね6ヶ月ぐらい働いたんかなそれまあ寮だったからねまあ基本的にはあのお金貯めたんですよまあ貯めてえっとその時点で友達から全員に返して それから、えーとまあ、とりあえず100万貯めてでね、100万貯めて、えーと、沖縄に戻ってこようかな、思ったんですよ。そ、え、れ、ー、で、えーと、手持ちに40万あったんかな、ここで俺がやっぱアホなところは、またこれを100万にしよう思って、爆打するんですよ。 それでまたすっからか気になってんけど、まあちょっとまあそういうふうな話もしてたら <laughs> もう時間きましたんで、えっ、ー、と、来週からまた、えー、とゲストを呼んでですね、あの通常通りの,、えー、の番組になりますので、また一つよろしくお願いします。今日は、あのですね、えっ、ー、と、なぎらけんいさんの、えっ、ー、と、生活の柄を、えっ、ー、と、かけたいと思います。えっ、ー、と、生活の柄、はい。 じゃあ、えー、っと、これで、えー、っと、今日はおしまいです。どうもありがとうございました。